少なくとも発言を撤回していただくことを希望いたします。少子化などを背景に志津大と浜松医大は2019年2つの法人を1つにした上で、浜松地区、静岡地区にそれぞれ新たな大学を作る一法人二大学にする統合再編案に合意しました。しかし一昨年、両大学は地元の理解を得られていないことなどを理由に統合再編を無期限の延期とすることを発表。こうした状況の中、ひづめ学長は個人の考えとしてこう述べています。2つの大学をもう1つの大学にしていくことが、まあ、一つの選択肢、あるいは最善の選択肢としてあるのではないかと。両大学が合意した一法人二大学ではなく、一法人一大学を提案したのです。そんな中、浜松市などは合意した案を進めるための規制同盟会を設立。先週、浜松市で開催された発足式には、鈴木の鈴木治相談役も参加しています。私が何よりも許せないのは、すでに昨年この大学は開学をしているはずでありました。多くの高校生がこの大学ができればそこで勉強していたいという、そういう子どもたちがたくさんいました。そういう子どもたちの夢を壊し、修学の機会を奪い、教育の機会を奪っている、これが許せません。これを見過ごしている私は、取材の学長に猛省を促したい。静岡大学のひづめ学長にも発足式への出席要請がありましたが、同盟会が統合再編を急いでいることなどを理由に欠席。一方で、静大浜松キャンパスにいる川田義政副学長は出席し、学内でも意見が割れていることを露呈する形となりました。浜松キャンパスでは今回の再編を早期に実現し、自立した形、独立した形で大学運営を行っていくことを多くの方が望んでおります。少しでも早期に皆様のご期待に応えることができますように、より一層努力してまいりたいと思います。発足式終了後、取材に応じた鈴木市長は、ひづめ学長に対し釘を刺します。今日浜松キャンパスの意思が明確に独立自立という形で、川田副学長からですね、明確にその強い意思が表明をされた。したがいまして、ひづめ学長はそうした浜松キャンパスも含めたリーダーであるということをですね、ぜひご自覚をいただきたいというふうに思います。批判の矢面に立たされているひづめ学長。昨日、規制同盟会の発足を受けて反論会見を開きました。問題視しているのは鈴木市長のある発言です。医学部を入れただけですね、大学がですね、底上げされるわけがないわけで、だったら三重大学も山田大学も信州大学もね、そういった地方大学がなぜどんどん地盤低下して沈下していくのかと。今の問題は一県一大学みたいな形で特徴のない大総合大学がいっぱいあることがですね、問題だって、これが生き残っていけないんで。よく学長、その大学の学長たちとお会いすることはありますけれども、それなりにやはり地域に貢献する地方国立大学として、まあ、立派に教育研究を実践されておられるというふうに思いますので、同じ国立大学の学長として見過ごすことはできません。この場をお借りして少なくとも発言を撤回していただくことを希望いたします。ひづめ学長が発言の撤回を求めたことについて、浜松市はこの件に関しては市としては一切コメントしないとしています。